小倉ゆいのゆいルーム。皆さんこんばんルーム、小倉ゆいです。小倉ゆいのゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろげな感じでゆるりとお届けしていくラジオです。というわけで、前回の放送ハロウィンスペシャルということで、なんとね、まあ、仮装って言うんですか、流行りのね、フワちゃんをモチーフに、ゆいちゃんと対してですね、私ができる限りの、フワちゃんをもちろんリスペクトさせていただいた、コーナーをね、全力で、全身で、やらせていただきました。どうでしたか？結構なんかリアクション見てると、なんだろうね、みんなびっくりしてたびっくりしちゃってた方が多くって、どうしたんだみたいな。でも私はなんて言うんですか、もう全力ですから常にね。うん、だからね、なんて言うの、あれは私にとっても挑戦だったわけですよ。自分の殻をどれだけ破れるかっていう挑戦だったわけですから、そういう意味では自分の中でとてもたくましく自分の殻を破って演じきれたなと思っております、ゆいちゃんを。はい、なので皆さんもぜひ評価していただいてですね、小倉優ここまでできるんやぞというところをね、出せたと思うので、ああいう役幅もあるんやぞっていうことで、周りにね、皆さんぜひ小倉優のフワちゃんすごかったよって感じで拡散していっていただければ私は嬉しいです。いや、もちろんあれが本来の姿じゃないですからね。もしかしたらあそこから聞いた人は、小倉ゆいって、なんかこんな人だったよって思われたらどうしようと思ってるんですけど、コーナーです。普段はこんなテンションなんで、ちゃんと、盛り上げるために、頑張りました。というわけでですね、現在、カムソクラインスタントが満を持して、発売中でございまーす。ちょうど昨日かな、10月31日には LINE ライブの配信をね行いましたが、皆さんご覧いただきましたでしょうか。結構ね、そのスタンプについてもお話したりしてるので、まあアーカイブとかも多分あると思うので見ていただければなと思うんですけども、もうスタンプめちゃくちゃね、こだわりまくって作った、とっても可愛らしいカワウソくんになってますので、皆さんも愛用してくださってますよね、もちろんね。でもね、今ここであんまり話すと、うちのモグラがあんまりいい顔で、なんか見てなさそうなんで、ちょっとほどほどにしたいと思うんですけど、でその時にですね、LINE ライブ配信の時、最後の方にですね、新曲の情報も少しお話ししまして、前々からね、制作中だよっていう話をしてた新曲も、なんとですね、11月に新曲の情報がドサッとね、多分解禁になるはずですので皆さん本当にあともうちょっと待っていただけたらなと思いますので、もう11月だねって言ってもなんでね、今かと、まあちょっとね、気長にでも大丈夫です。ちゃんと情報はわんさかね、お届けできる予定なので、お楽しみにしていてください。で、 LINE ライブの感想もね、引き続きお待ちしておりますので送ってくださいね。ではそろそろ参りましょう。小倉ゆいのゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいてくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉ゆいニューシングル、テレビアニメシャドーバーストエンディングテーマ、ハピネスセンセーション発売中。水木奈々アーティストデビュー20周年、40枚目のシングルはダブル A サイドのファイアースクリーム、ノーレインノーレインボー、キングレコードより発売中。水瀬よりアーティストデビュー5周年記念シングルが発売。私も作詞に参加しました表題曲に加え、スマートフォンゲームアークナイツイメージソングを含む全3曲を収録。水瀬よりニューシングルスターライトミュージアム、12月2日発売。小倉ゆいのゆいルーム。改めまして、こんばんルーム、小倉ゆいです。ではでは、皆さんから届いているお便りを紹介していきましょう。
ルームネームゆずしおさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームお邪魔します。理系が恋に落ちたので証明してみた、研究発表会昼の部を配信で参加させていただきました。久々の動くゆいちゃん、髪の毛がチュルンチュルンで綺麗なお姉さんでした。あら嬉しい。有香先生の帰省から始まった朗読劇、セリフ量もずば抜けて多かったと思います。そして朗読劇で喋る際に、ゆいちゃんは右手を右手を耳に当てていましたが、あれはどうしてなのでしょうか。よかったら教えてください。長くなりましたが、リケコイアニメ2期おめでとうございます。 Amazon プライムにて何度も見返して2期を待ちたいと思います。というわけでいただいております。リケコイイベントもう一つ来てるので紹介しましょう。ゆうちゃんこんばん、ルームこんばん、ルーム。先日開催されたイベント、理系が恋に落ちたので証明してみた研究発表会に参加しました。前後左右が空席だったり、拍手ぐらいのリアクションしか取れなかったりと制限はありましたが、久しぶりのリアルイベント、とても楽しかったです。また同時に行っていた映像配信のアーカイブが残っていたので、帰宅後にそちらも視聴しました。イベントをその日のうちに映像で振り返るというのは嬉しいですね。さてさて、その映像を見ていて気がついたのですが、昼の部の、朗読劇ではゆいちゃんはサイズの大きい白衣を着用していましたが、夜の部ではサイズの合った白衣となっていましたね。よく見てますね。すっごい。でもその通りなんですよ。すごいね。個人的には肩が落ちていたり、袖をまくっていたりとオーバーサイズな感じも可愛かったなと思いますが、昼の部では他の方と照れっこしてしまったのでしょうか。何か裏話などあれば聞かせてほしいです。それでは、というわけでいただいておりますが、皆さんよく見てますね。ちょっと緊張しちゃいます、こんなに慣れてると。また嬉しい。でも髪の毛チュルンチュルンで綺麗なお姉さんだなんて言っていただけて嬉しいばっかりです。私が演じている山本有香っていう役がですね、ちょっとね、今まで演じたことがないような、かなり変態でね、希少な荒い漫画家っていう役どころでして、かなりこれも挑戦的な役でですね、アニメ本編では割と後半からの登場だったんですけども、まあ、イベントではね、このドラマっていうか朗読パートで割とこう有香先生のね、妄想というか、奇抜な発想から展開されてこう話ってことで、結構たくさん喋らせていただきました。で、確か他のお便りかな、でもこのセリフで喋ってる時にゆいちゃんが言えないずっと、右手に右手を右耳に当てて、いて喋ってたのは何ですかっていうのが他のね、お便りでもあったんですけど、あれはですね、最近っていうか、前までやってなかったですかって書いてあったんだよな、なんか他のメールに。らしいんですけど、あれは最近私がやる結構癖というか、セリフを読み上げる時の癖で、でも、たまに私の他にもやってらっしゃる、演者さんいるんですけど、あれ何をやってるかっていうと、まあ、人によって耳の押さえ方違うんですけど、私の場合は、その右耳をですね、右手で、ちょっと、なんて言うんだろう、耳のさ、暖房の部分あるじゃない？この耳の、なんて言うの？耳のこの、外側？あそこを後ろからちょっとこう押して、右耳を前に押し出してあげるんですよ。そうすると皆さん気づくと思うんですけど、自分の声がよく聞こえると思いませんか？普通にこう何も平常時よりも耳をこうやって前に倒してあげると自分の声が聞き取りやすくなるんですね。で、私はそれを利用して自分のやっぱ声がどういう風に聞こえてるかっていうのを、その内耳音って言うんですけど、内耳音じゃなくて外側の音を確認したいなと思って最近よくそれをやることが多いですね。で、それをやると何がいいかって、なんか自分の細かい例えば呼吸の音とか、なんだろうな、癖とかまで聞き取れるので、結構最近はもうずっとね、手を当てて演じることが多いんですけど、なんか人によっては、私はこう耳を前に出して聞こえやすくするタイプなんですけど、耳の穴を塞ぐって方もいらっしゃって、それなんでかっていうと、右の耳の穴をですね、塞ぐと声が逆に聞こえにくくなるんですよ。そうすると聞こえにくくなることによって、自分の発声がですね、より大きくなるというなんかことが起こるらしくって、
で、だからあえて声を大きく出したい人とかは、あえてこう耳を塞いで、自分の中に聞こえる音を小さくすることで、なんかその声が反射的に大きく出るっていう作用があるらしくって、なので、まあたまにいらっしゃると思うんですけど、耳を塞いだりしてる声優さんは、そういう、まあ、理屈があるんだよっていうことですね。で、オーバーサイズの件に関しては、これよく気づいたんだと思うんですけど、私ほんとびっくりしたんですけど、なんか事前にね、サイズとかを聞かれてなかったんですよ。で、試着とかもしてなくって、スタッフさんにこう渡されてきてたんですけど、その時に確かに昼の部で、なんでこんなブカブカなんだろうって思いながら着てて、袖とかなんかね、台本を持ちにくいから、こんな大きいとちょっと折らなきゃなと思って仕方なく折って出てたんですね。そしたら夜の部になって、またスタッフさんが白衣をね、配ってくださった時に、私の横にいらっしゃった演者さんで、明らかに私より背高い方が、あ、じゃあ何々さんは S サイズでって渡されてて、で、私はなんか M サイズが来たんです。あ、ごめんなさい、M サイズでってなって、え、私 M サイズ私 M サイズってなって、で、交換っていうか多分 S サイズもあったんだでしょうね。けどなぜか、私は多分 M サイズの人っていう認識になんかスタッフさんの中でなってたみたいで、ただその、やっぱブカブカだったっていうのもあるんだ。S があれば、ぜひ S がいいですねってこう、スタッフさんの中でもね、なりまして、S をいただきまして、夜は無事にね、自分のね、見丈に合うね、白衣をね、着ることができました。どこのどう部分が M サイズに見えたのかがね、ちょっと不思議ね、どうなんでしょうね、気になるところですが。では続いて、ルームネームアメさんからいただきました。ありがとうございます。ゆーちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。フォトブックの先行カット拝見しました。ワンワン2匹とゆーちゃんが可愛すぎてほっぺたがとろけそうになりました。さらにウェディングドレスは美しいという言葉がぴったりで、フォトブックで見るのが本当に楽しみです。撮影時のエピソードなど発売前ですが、会えることがあれば知りたいです。それではお邪魔しました、というわけでいただきました。ありがとうございます。そうですね、ワンちゃんと一緒にこの日は撮影したりとか、あとウェディングドレスは本当にね、ウェディングの試着の段階から、なんかもうそのリアルなお嫁さん気分を味わわせていただきまして、こんな感じでフィッティングするんだなとか、すごく夢が広がった撮影ではあったんですけど、まあ、ウェディングドレスをね、なんか着るのってやっぱ大変なんですよ。大変だし、やっぱ髪型とかもね、作ったりとかして、体も重かったりして、びっくりしたことに、このウィディングドレスの撮影になった瞬間、とてつもないほどの眠気が襲ってきて、本当に、なんであんな眠くなっちゃったんだろうってぐらい、すっごい眠気が襲ってきちゃって、大変でした。だから頑張ってテンション上げなきゃと思って、スタッフさんに曲を、自分が好きなね、楽曲とかを流してもらおうとしたら、なんか普通のお客さんもいらっしゃったりした会場だったんで、すいません、これ以上音源が上がんなくてみたいな感じで、余計眠くなっちゃうような環境になっちゃって、でも頑張って、私なりには頑張ってね、もう目をバチッと開けたりしてたんですけど、なんかそういうのもあって、ちょっとある意味でドキドキだったんですが、でもね、仕上がった写真とか見るとすごくね、なんかこう素敵な本当写真がいっぱい撮っていただけましたしね。今25歳じゃないですか、私。だから今撮ってもらえてよかったって思いました。もう本番なんていつになるかわかんないですから、もうなんかこのね、20代のこの一番なんて女性としてね、一番こうなんだろうね、素敵っていう言い方もあるかわかんないけど、なんかこう20代のやっぱね、この年にあんな綺麗な姿を収めていただけるなんて、もう本当に幸せなことだなと思いまして、なんで皆さんのようにね、ぜひ私の晴れ姿を見ていただきたいなと思います。というわけで、たくさんのお便りありがとうございました。ではここでリクエストをお届けしたいと思います。ルームネームトメさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。先日ゆいちゃんも出演していた変態王子と笑わない猫の作者である相良宗先生が、変猫の一巻刊行とデビュー10周年を迎えたことをツイッターで報告されていましたね。原作は完結しましたが、大好きな作品なのでまたアニメ化してほしいなと原作を読みながらいつも思っています。そこでリクエスト曲は、変猫原作10周年を記念してアニメのエンディングにもなったベイビースイートベリーラブをお願いします、というわけでいただきました。ありがとうございます。私もね、こちらのね、相良先生のツイートを発見しまして、リツイートさせていただきましたけど、本当におめでたいですね。そしてもう10年も経ったんだっていうことに驚きが隠せないんですけども、でも私にとっても本当にね、大好きで素敵なね、思い入れのある作品なので、ぜひね、これ流させていただければなと思います。
それでは聞いてください。小倉優衣でベビースイでも本当でもいいよ。だからお願い、赤いリボンでキュンキュンさせて。こんな可愛く言ってたっけ、なんか忘れちゃった。私の曲赤いリボンにちなんで、リスナーの皆さんから運命の赤い糸ならぬ運命の赤いリボンを感じた恋バナを大募集しているこのコーナー、久しぶりですね。恋バナは嘘の話でも本当の話でも OK。 キュンキュンしながらご紹介した後にその話が嘘か本当かを当てるっていうわけで、ちょうど先週かな、なんかメールの呼びかけを行っていた気がするので、それでちょっとね来てるみたいです。ご紹介しますね。ルームネームゆずさんからいただきました。ゆーちゃんこんばんは。こんばんは。私の恋の話です。高校に入学手続きに来た日、自転車のチェーンが外れて困っていると、そこへ背の高い怖そうな男子が。私と自転車を睨みつけ急にしゃがむ男子、驚いて少し逃げた私をよそに、男子は自転車をいじり始めました。少ししてカラカラと車輪の回る音が。男子は一言、これでいいよと言って去っていきました。その後学校が始まり部活見学をした時、陸上部でその男子を見つけました。男子は先輩でした。すぐ陸上部に入部して先輩と話すようになり、私からたくさん話しかけるようになってきました。毎日学校で会って努力家で悔しいのを隠しがちで、もう好きじゃん好きじゃん、真面目すぎかよって感じで、顔怖いのに本当は優しくて、そんな風に先輩を知れば知るほど好きになってました。その後告白した時も、俺でよければの一言返事で、ひどくないですか。でもね、彼は今でも相変わらず無口ですけど、もっと優しくなって隣にいてくれてます。赤いリボンより自転車のチェーンの恋って感じだけど、私には大切な恋の思い出です。って言いたくなっちゃうような綺麗なエピソードでしたね。いいですね。でもなんかどうなの、なんか序盤は結構さリアリティあるじゃん。で後半が妙にのろけてたから、あながちこれ本当な気がするんだけどな。でも本当だったら本当でなんかいいねーってなんかニヤニヤしちゃう。このなんか最初の浅いおのおのこれですよね。努力家で悔しいのを隠しがちで、真面目すぎかよって感じで、みたいなこの前置きがね。でも好きっていう乙女心ですね、これが。いや、これは本当じゃないですか？本当だと思います。では1の答えオープン。嘘で踊らされた。男性からのメールなの？めっちゃ乙女で読んじゃったじゃん。うわー、やられた、悔しい。あー悔しい、返してほしい私のあのキュンキュンな時間を。もう終わりというわけで、たくさんじゃないけど、メール紹介させていただきました。ちょっとね、せっかくメールも多分まだあるので、またやりたいと思います。はい。というわけで、以上、赤いリボンでキュンキュンさせてでした。小倉ゆいの、ゆいルーム。もぐらゆいの、小倉ゆい日記。穴の中からこんばんもぐ。今夜もゆいルームにお邪魔しているもぐらゆいでございもぐ。なんかちょっと声の調子、なんか声のトーンがちょっと違う？いつもと。なんか、でも今日はこれでいかしていただくもぐよ。で、今日はあれよ、なんかゆいルームのもぐらゆぐらってラジオでオリジナルルームウェアのデザインをね、最近考えてたもぐよ。でなんかそれをね、ツイッターってやつでアンケート取ったらしいもぐ。
で結構そのツイッターでアンケート取ってまあこっちじゃねみたいなのが決まったらしいモグから、それを紹介するモグよ。あぐらゆえがアンケート取ったのはピンクのデザインのルームウェアか茶色のデザインのルームウェアをアンケート取ったモグ。最終的には4541票も入ってたらしいモグね。結果は圧倒的にピンクのデザインの、ルームウェアが高かったモグ、 66% だったモグ。一方で茶色のデザインは 34% と圧倒的に倍以上の差をつけて、倍以上ではない倍ぐらいの差をつけてピンクのデザインが圧勝したモグでね、なんか小倉優衣にね伝言頼まれたモグが、どうやらこのアンケートによってルームウェアのデザインはピンクに決定したらしいモグよ。めでたしめでたし。いやだってさ、いやわかるでしょうよ、モグラ優衣は茶色モグよ。このラジオはモグラ優衣がね盛り上げてやってるって言っても過言ではないモグのに、ひどい扱いもごな。まあでもピンクのデザインの方にもまあフードってとこからになんか大きくねこのモグラ優衣がまあデザインされてくるからまあ良しとしてあげるモグだけど、まあいつかねこのモグラ優衣にも感謝してもらう日がもっと来てもいいと思うモグ。その時はね今度こそ茶色のデザインのルームウェアをね小倉優衣には選んでほしいモグね。ってことで、私、もう穴の中に帰るモグね。みんな投票ありがとうモグ。ってことで、モグバーイ。サジ、ニューシングル、瞬間ドラマチック、11月25日発売。エヴァンゲリオンボーカルセレクションエヴァンゲリオンファイナリー、数量限定版には新エヴァンゲリオン劇場版ムビチケカードを同梱発売中。アニメ早急のファスナーザ・ビヨンド新オープニングテーマ叫べが発売。書き下ろしイラストジャケットのアニメ版には早急のファスナーザ・ビヨンド名シーンカードを封入。アンジェラニューシングル叫べ11月18日発売。